ピピピーン。かっこ挨拶。はい。ということで、今日は、スーパーマリオブロス35の期間限定コースをやっていこうと思います。と、思って、まあ、配信前にちょっと練習しようかなって思ったら、まあ、ご覧の通り、1位取れたので、本日はこれで終わろうと思います。皆様、お疲れ様でした。ではない。ではないんだ。まだこれ期間限定コースをやったわけじゃないですからね。うん。でもまあ、1位取れたので嬉しい。いや、それを配信内でやるという話は、うん、そうなんですけど。まあ、じゃあちょっと、やっていこうかなと思いまーす。これですね。スペシャルバトルコース開催中ということで。今回ちょっとプギコ優勝しました。前回もそのまま何も知らずにやってましたけど、まあ1位取れたからあれはあれでよかったかなと。なんかこう、見たところ、キラーがどんどん飛んでくるということで、うん。まあまあ、それは嫌なコースですね。運営さんもこう、嫌がらせをすることに関してはもう天母の際というか、人を殺しに来ている。ああ、5の1。まあ、キラーステージですね、5の1は。画面とか音大丈夫でしょうかね。前回やった時にはなんか画面が潰れてて、あれはなんで出したんだったっけな。まあなんとか今回は多分大丈夫だと思うんですけど、うん、あの時もこうコメントくださって指摘していただいたんですけど、こう配信中に直すことができなくて、あの時もあのコメントご指摘ありがとうございました。時に1位取れてたのにな。いい加減こう何回かやってるんだから、放送事故とかそういうのをなくしたい。おお早速なんかが見えてきましたね。あーそっか、しかもこれジュゲムですか。これはなかなかきつい戦いになりそうですね。ここは使っときましょう。買うか。キラーが出たタイミングで出てほしいんですけどね、バウとか。ここはもう、買うしかない。行かなきゃ死ぬな。やはりひどいことになってますね。殺すけでしょうか。まあ殺すけできてるんでしょう。おっと、そうか、これはひどい。お、使いたくないな。うわ、終わりましたねこれ。抜けてたところでだな、これは。まあ、一戦目がないなら、まあまあ、まあまあ、今回もこう1位取れたらそこ終わるつもりなんで、まあ一戦目で終わるっていうのはなくて逆に良かったかなと。ポジティブに行きましょう。何事もこう前向きに行くのは大事。前のめりになりすぎて落ちる。ほどほどが大事。ほどほどでいきましょう。ほどほど。コインが50枚しかないんですね。
広がってきて、それを顔で仕留めるか、まあ受験も無ですけど、それができるかできないかでえらく変わってくる気がします。固定されてるわけでもないでしょうけど、同じ並びだな。焦らず行きたいですね。うん、あ、惜しい。そこでフラワー出しときたかったんですけどね、間に合う三段だったんですけど、コンマ何秒足りなかった。まあキラーが相手じゃ、ラワー買っても意味ないから、まあいいかな。諦めが感じ、いや諦めてはいけない。割り切りかな、割り切りが大事ですね。コインはなるだけ使いたくないからな。さあ、まあ5と7と8と、まあキラーが出てくる面自体この上位ステージばっかりですから、まあそりゃこうなりますよね。私6が出てきたか。6はめんどくさい。
うわ、なんか狙われてますね、これ。まあ、いっか。よいしょ。なんか微妙にずれてますね。コノさん、コノさん、コノさんはどんな種類だったかな。まあ見たまんまですかね。ヒラーが出てくる一ノさんって感じでしたっけ。まあ一ノさんですよね。出た。ルピンでは行こうかな。キラーが邪魔ですね。足りなくなるな、これ。しなくていいな。カロリー吸収する機能はもう最低限でいいや。むしろカロリー10分の1ぐらいにな、摂取カロリーを。なんか今日変なミスするな。吸収カロリーが摂取カロリーの10分の1ぐらいになればもう単純計算で10倍食べても大丈夫。あ、でも食費がかかるな。火がかかるのは困るなぁ。なんか今日判断がおかしいな。さすがに本当に結構厄介ですね。無理か。ここでいい場合に
が出てきてくれればいいけどな。なんか今日は中途半端なことしてやられてますね。おかしい。してはいけないミスをしまくっている気がする。ですよね。使うしかないというか。よし、出た。うわ、コインがないのが痛いな。あ、どこ？剣はできた。ははさっきので上がりたかったな。で使って、うまくかわしたい、かわせた。お、あ、決まった。ああ、ろくのさん、いや、ろくのさんがどうとかではない。ただ単に失敗してるだけだ。ですよね。呪文か、もしかして。いや違う、だから滑ってもないし、単にミスだな。ちょっと気合い入れて、いや気合いは、気合い入れてペギゴどうにかなるタイプじゃないからな。いつもこう、まあ、5の位置は確定なんでしょうかね。どっちかというとペギゴこうゆるくやるタイプなので、気合いを入れて結果に反映した記憶はないな。うん。ペギコはペギコらしくいきます。そして蜜は少なくする。蜜はダメだ。やって面白いミスと、つまんないミスがあっても、さっきからやってるのは単につまらないミスですからね。あれはダメだ。というか、ペギコどれだけ狙われてるんでしょう。一気に6人から狙われてますね。まあ、狙われる分には、面白いからいっか。やり返したときに、まあ、リターンも大きいですからね。コノさん。あれで飛びたかったけど、キラが邪魔してくれましたね。ああ、慎重に行き過ぎるのも良くないけど。ここまでミスがひどいとなるとなぁ。わあ、もうすでに6の3に。順番関係ないのかな、これ。そこはもう、割と十字キーで操作でなんとかなりますから。強気で言ってなんとかなるけど、今日あたりはちょっと抑えた方がいいのかもしれない。いや、すでにもう、突っ込んだ後に言うのもなんですけどね。鼻の内。このタイミングで上に行ってどうする。まあ、ちょっとキノコは取っときましょう。どうかな。逃がしちゃもらえないか。よし。
うん、収録。ああ、もう、クロスが出ると、本当にもう。よし。何もなかったと思うけど。ですね。あ、なのの息だ。じゃないかなって見えます。無理だな、抜けれる気がしないもん。あー、6位ならまあまあいっか、よくはないな。
私が悪いわけではない。なんでこんなミスをするかな。ってそこまでフィギュアを見られてるとは思えないから、まあ分からない人は分からないでしょうけど。ああ、そろそろ1位取りたいな。そこで切り返してそのまま乗りたいけどな。まあいっか、今日はもう慎重に行きましょう、慎重に行きましょうって言いながらこういうことをする。3人から狙われてるんですね。これはまあ飛んでくるわな。さあどうしようかな。よし、ラストぐらいの気持ちでいきましょう。ここで勝てればペギコは配信者。よし、そういうことにしましょう。ここで負けたらもうペギコはただのなんだ、ペンギンただのペンギン。ペンギンいいじゃないですか、人気者じゃないですか。ただのペンギンで何が悪いんですか勝手に言い出して勝手に切れるのは良くないな。勝手に切れるのは良くないから断ってから切れましょう。ペギが今から切れます。どうやってこの振りでどうやってこう切れろと。ペギコあんまりこう感情を表に出すタイプじゃないんで、もう意識的にでも切れたりなんかしていかないと見ててつまらないからな。その辺ちょっと改めないといけないかもしれませんね。じゃあかといって切れるのはどうだ。いや、切れるのはどうだ。いないのに切れるのは単に精神がおかしい。
んだけどな。喋れない時というのはさすがにありますね。あっちはさすがにこう軽率な動きをするわけにはいかないからな。ある程度こう見逃していただければ幸いですけど、何を甘えたことを言っているんだと言われればそれまでなので、努力はしますので。自分を褒めます。いいスタイル、いや、でも自分を褒めるっていうのは悪くないと思うんですよね。誰も優しくしてくれなければ自分で褒めるしかないじゃないですか。何が悪いって言うんですか。プンプン。あ、切れる時にはこう事前に言っておかないと失礼に当たる。ペキコ、さっき切れました。事後報告の意味はない。ペギ、これから時々こういい感じで勝手に切れますので、ご期待ください。いや、期待されても困る。お気をつけください。あー、いいかもしれませんね。はっはっ、なんか1位が取れていた。タイミングじゃないな。だってペギコ何に残ってることか全く気にしてなかったのに。いや、え、このタイミングか。あ、まあ1位取れましたよ。万歳。パチ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 。なんでこう閉まらないんだペギコ。あれじゃないですか、これ今回あれじゃないですか、なんかここで1位取れたら配信者みたいなこと言ってませんでしたっけ。あ、じゃあただのペンギンから卒業してペギコ配信者になれたのでは。あ、1位ですよ、万歳。あ、ここでもうちょっとテンション上げなきゃ。まあでもペギコはこんなもんですからね。無理してテンション上げてもあれですし。よーし。いや、再戦じゃない。調子に乗って再戦じゃない。今回もこう、1位取れればいいかな、終わるかなーって配信のはずなので、ここで終わろうかな。1位取れましたよ、皆さん。何の反応言って1位取れるな。まあ、悪くはないかな。中の13位と11位あれですけど、まあまあ、7、3、13、3、2、1、2、
あまあ40分ちょいで1位取れたら上出来だと思いますね。うん、というわけで本日もよし、いや、ペイフは信じるんだ。自分を信じよう。毎回見ていてくれる人がいると信じようね。いるかな、うん、いるんだ。そこのあなたきっとそうですよね。よし、そういうことにしましょう。よし、今回は多分音とか画面とか大丈夫だったと思うし、なんて言ったって1位取れましたからね、最後の最後で。ペケコ的には十分満足です。よーし、じゃあまあ、それでは皆様、本日もご視聴ありがとうございました。よければこう高評価とかチャンネル登録していただけると誰かが喜びます。いや、誰かというと、もう、ペギコしかいないんですけど、ペギコが喜べます。うん。ペギコが喜べば、ペギコは嬉しい。ペギコが嬉しければ、まあ、誰かが嬉しがってくれる方も将来出てくるかもしれませんしね。こう、人助けとでも思って、こう、チャンネル登録とかしていただけると、うん。よし。それでは本日はこの辺りで締めようかなって思います。皆様、本日お付き合いくださりありがとうございました。お送りいたしましたのは、まあ、なんかペンギンっぽいペギコでございました。それでは、thank you.